ルーカス・バウデンベルフは、オランダ・ブールデン出身のサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー。SC ・ヘイレン・フェーン所属。生は、ブーデンベルフとも表記される。VV ・ズワイマー・デムでサッカーを始め、アルペンス・ボーイズを経て、若くしてフェーン・オールトに移った。18歳の誕生日に、最初のプロ契約を結び、英雄にオールだった2012から13シーズンから、たびたび、 トップチームのトレーニングに参加した。2013年夏のプレシーズン、エルメロでのトレーニングキャンプで力強さを印象づけ、その総力から白いケニア人のニックネームで呼ばれるようになった。2013から14シーズン、フェーノールとの左サイドバックはブルーのマルティンスインディが不動の存在だったため SBV エクセルシオールにレンタルされ、 公式戦37試合に出場した。レンタルから戻った2014から15シーズンには UEFA ヨーロッパリーグのスタンダールリエージュ戦でフェイノールトでのデビューを果たしエールディビジでも2試合に出場した。NEC 内イ編へのレンタル2015年8月 NEC 内イ編にレンタル移籍した。内イ編では8月28日のビレム通戦で85分に マルセル・リッツ・マイエルとの交代で途中出場しデビューした。監督のエルネスト・ファーベルの信頼を得てすぐにバルト・バイセからスタメンを奪い高評価を得た。2015年10月3日のアドデンハーグ戦で公式戦初ゴール。この1年での活躍と成長が認められ NEC の他に多くのクラブが関心を示す中でシーズン終了後にフェエノールトと2019年まで 契約を延長、デカイプに戻ることが決まった。httpwww.fr。ファンズ、NL、ニップリング・ウィズズ、八千二百六十八。ウーデンブルグ・でウィット・ケニアン。ハット・ https、www。フェー・エノールト、NL。ニップリング・ウィズズ、DF。サバージクと、ウーデンブルグとウィー。じゃあ、レンガーベ・フェー・エノールト。ありがとうございます。